長野小畜あよい座、長野ロキシーとは、長野県長野市、近藤町にある映画館。古くからの繁華街に位置する国内最古級の映画館である。1892年に開場した芝居小屋、千と座が全身で、建物は造改築が重ねられているものの明治時代当時のものが今も使われている。当初は歌舞伎などが上演されていたが、1897年には、 県内で初めて活動写真の上映が行われた。これは日本で最初に活動写真が上映された年である。映画の時代の到来とともに、1919年に長野演芸館に買収されて、アイおいザとナを改めた。アイおいザとナは劇場が面するアイおい町通り会通イコール、言語のオアーケード通りに由来する。1972年には、 小畜と劇場賃貸契約を交わし、翌年スクリーンを増やし、長野ロキシーとの二艦隊制として、小畜配給の洋画も上映するようになる。現在では、長野映画工業の直営館であり、新作映画のほか、各月で観客へのアンケートによる名画特集が模様されている。建物はすでに築120年ほど経ち、建築年が 確かに分かっている中で、日本一古い映画館である、高田世界観会館よりもさらに古い、サンスクリーンがあり、総座席数は516席。ありがとうございます。